横田先生、よろしくお願いいたします。はい、それでは今回の研究成果に関して、まあ20分程度で軽くご紹介させていただきたいと思います。まずここ数年の生成 AI の歩みを振り返ってみたいと思いますが、まあ2019年6月にマイクロソフトがオープン AI に約10億ドル を投資しまして、そこからこの今のオープン AI の大きな流れが始まったように思います。で、まあ2020年ですね。まあ、今からするともうと4年以上前にこのオープン AI がある論文を発表しまして、こちらがそのどんどんモデルやデータ量を増やしていくと、まあ性能がその分どんどん上がっていくと、そういうあのスケーリングローの論文を発表します。 でまあ、その後、えーそうですね、1年後ぐらいに画像言語モデルのクリップを発表しましてこれも今、非常に大きなあの、まあ、テキストを入れるとこういったあの画像を生成してくれる画像生成 AI の一、えーまあ、つの、えー、大きな流れを作ったものになります。でさらに、えー Google、も まあ負けずに画像生成 AI のイメージェンというのを発表してまして2022年にはかなりいろんなアメリカの国外からもビッグサイエンスヨーロッパの取り組みですねあとは中国からも清華大学が GLM を発表したりですとかかなりいろんな動きがありましてで実は今回の取り組みもこの頃から始まっていまして。 まあ、あの正式に富岳で計算するようになったのは後なんですけど、えーっとまあ、我々のプロジェクトもこの頃から動き出していたと。で、まあ、2023年になりまして、えーまあ、その2022年の,あの末にオープン a i がチャット g p t を発表するわけですが、えー、2023年には、まあ、あのこの発表2か月後に1億ユーザーを突破しまして、えーまあ、ものすごい勢いで、えーまあ、TikTok ですとか Instagram などのアプリに比べても はるかにに早い勢いいい勢で世界に普及ししていったたという動きがありましたで、まあ、国内の、えー、動きとしましても、まあ、自民党 AI の進化と実装に関するプロジェクトチームの第1回の会合が、えーまあ、2023年の2月に行われていますしで、まあ、その後 g p t 4が出てきたりですとかマイクロソフトのコパイロットが出てきて、まあ、いよいよ世界中で使われるようになったと。 でえー、まあそれからしばらくして、えー、6月1日ですね2023年のから、えー、富岳政策対応課題として、えー、我々の方で、えーまあ、本格的にこの富岳上で、えー、大規模言語モデルの学習を開始しましたで準備はそれまでにだいぶ長く行っていたんですがそこからが開始になっていますで、えー、まあさらにメタからそのオープンソースのモデルでラマー 2ですね、今はラマ3とかも今年の4月に出ていますが、えーまあ、こういったオーープンソースの流れととかも、えーえー、ずっと出てきてきいますで、まあ、あの東光大と山総研からは、えーまあ、昨年の12月にスワローというモデルを公開しておりましてこちらも我々開発を行っておりますが、まあ、本日はあの富岳で行った別の大規模言語モデルの話の紹介になります。 でえーまあ、先ほどそのオープン AI が論文を出したこのスケール則に関してですがこれが非常にあの大きな流れを作っておりましてこれはつまりその横軸をデータセットの大きさですとかモデルの持つパラメーター数、まあ、もしくはそれの積である計算量を、えーまあ、こう指数的に増やしていくと このテストロスいわゆるモデルの損失がどんどん減っていくとまあっすぐべき乗速に従って予測可能な形で減っていくというところが非常に重要でしてでまあつまりこれが何を意味するかといいますとデータやモデルの質を改善しなくともこのままデータセットとパラメータ数を増やしていくだけで少なくとも えー、この性能は保証されるとで当然データの質やモデルの質を改善すればもっと良くなるということで、まあ、そのある意味最低限でののの費用対効果の加減が保証されるというものになりますつまり投資がしやすいわけですね失敗がないと最低でもこれが保証されるということで、えーまあ、非常にこの大きな投資を生んでいる背景にこのような理論があんまり理論というかこれ経験則があります。 でえー、そこで、まあ、大きな計算資源といえば今国内で最も大きな計算機これがあのスーパーーーパコンピュータ不学になりますでその世界中のスパコンのランキングで、えーまあ、あの出た当初は4冠を達成しておりましてさ、えー、まざ、あ、まなベンチマークがあるんですがトップ 500HPCGHPLAI グラフ500 のててにおいて1位を獲得しましたでさらに濃度、えーまあ、数も15万8,976濃度と、えーまあ、他の世界のスパコンに比べても非常に大規模なものになっておりますので、えーまあ、我々はここに一つ期待をして今回富岳で、えーまあ、それまではあの大規模言語モデルなどは富岳上で あまり行われていなかったんですが、まこれでこの富額を使ってやってみようというのが今回の取り組みになります。で、今回あの結成した研究チーム、ま学術まあアカデミアの方からはさまざまな大学の方が入っておりまして、ま私東工大えとえあと東北大からえ坂口先生のチーム。 で名古屋大からは西口先生のチームであと理化学研究所ですね本日はあの佐藤様にお越しいただいていますが、まあ、そういった研究所からの方々と、まあ、さらにその発端となったのは、まあ、当時海外の大学院生だった小島さん今はあの自分の会社を立ち上げて CEO になられていますが。 えー、小島さんと笠井さんが当時はアメリカの大学に留学していたんですが、えーまあ、彼らが自然言語処理の研究者で、まあ、坂口先生とかと一緒に、えーまあ、富学でできないかと話を持ちかけたのが、えー、この今回のプロジェクトのきっかけになっております。でその富学の側でそれをどう実現するのかっていうのを支えているのがこの DL4 富学チームで。えー まあ理研の方々ですね、まあ、本日はあの佐藤様に、はい、来ていただいていてほ、まあ、他にも DL4 富岳チームの外国人の方々などもえ入っておりますしで、まあ、今回あの大きく貢献していただいたあの富士通の方々ですね、えー、本日はあの白畑さんにえお越しいただいてまして。 えー、こちらのチームで今回は、まあ、ここにあの名前の出ていない方が例えばうちの学生とかもいろいろやっていただいたんですけど、えーまあ、こういったチームで今回、えー、富岳で大規模言語モデルを学習するということを行いました。でえー、各機関企業の役割分担に関しましては、えーまあ、私の方で全体の取りまとめを行っておりまして でまあ、あの当研究室の学生の方で、えー、その並列化および通信の高速化という部分をやらせていただきました特に東府インターコネクトという富岳の濃度間をつなぐその通信の部分ですねそこが非常に重要になっておりますのでその通信の高速化というところを担当いたしました東北大学に関しましては、えーまあ、非常に今の自然言語処理で分野であの国内トップの、えー チームがたくさんいるのが東北大学でして、えー、まあ、この業界では非常に強い大学です。えー、今回はあの学習用データの収集および学習モデルの選択を担当していただきました。で、えー、富士通さんは、えー、まあその負荷を作っているのが富士通さんですので、その演算の高速化、通信の高速化など、えー、まあ、うちの学生を非常にあの。 補助していただいてま、たしさらにですね、その出来上がったモデルの、えーとまあ、トレーニング中も、えー、その学習の進捗を、えー、見る部分も担当していただきましたし、その事前学習ですね、とあと学習後のファインチューニングの部分に関しましては、あの非常に大きく貢献していただきました。でえー、理化学研究所に関しましまては 富岳、まあ、が設置されているのが、えー、理化学研究所の,その神戸の利権、えー、RCCS ですので、えー、そちらにおられる方々で、えー、大規模言語モデルの分散並列化および通信の高速化の部分を、えーまあ、あの一緒に担当していただきました。で、えー、名古屋大学の西口先生の方では、えー、この3次元形状生成 AI という、まあ、この 言語だけではなくてその、まあ、主に自動車産業につながるような応用という部分を、まあ、これも随分昔から検討していただいておりまして、まあ、その部分で今回、はい、応用の部分でご協力いただいておりますで。サイバーエージェントの小島さんと笠井さんに関しましてはその学習用のデータの部分をああすいません。<laughs> サイバーエージェントは、えー、と佐々木さんに、えー、と学習用データを、えー、提供していただいておりまして、えー、言葉テクノロジーズの方が、えー、小島さんと笠井さんでこちらがあの一番最初の、えー、深層学習フレームワークを富岳へ移植するという非常に大変な部分を、はい、あの担当していただきました、えー、今回、えー、大きく、えー、分けますと、えー、2つの 研究成果がございましてこのスーパーコンピューター富岳におけるこの学習の計算性能の向上、まあ、通信もそうですね計算と通信の部分の性能向上という部分が非常に大きな成果となっております。まあ、当初富岳というのはあの通常大規模深層学習大規模言語モデルの学習というのは GPU を用いて行うものなんですが えー、富岳は GPU ベースの、えー、スパコンではなくて、えー、CPU でしかもこれが、えー、富士通製の A64FX というあの、まあ、かなり、えー、特殊な高速なあの CPU でしたので、えー、それに向けてあの最適化を行う必要があったとで、まあ、当,当初はここの表にありますように、まあ、100秒ぐらいかかっていた行列席の計算の部分が、えー、最終的には18秒ぐらいに、えー、縮まりまして えーまあ、その当初と比べて6倍ぐらいの高速化を実現できましたで、まあ、この分野であの普通は20%ですとか30%の高速化はよくあるんですがこの6倍何かが高速化するというのは非常に、えー、と珍しくてですね、まあ、これはあのひとえにやっていただいた方々の、はい、ご尽力によるものだと思いますで、えー、さらにその、まあ、個々の濃度が6倍速くなったのはいいんですがその 今回分散処理をして、まあ、1万4000台ぐらいの濃度を使って計算しましたのでその際に濃度間で通信が発生しましてその部分の高速化が非常に重要でしたのでそこを高速化いたしました。でそこはあの富士通の誇るこの東風インターコネクト D を最大限に生かしきるような まあ、通信の高速化というのを行いまして、まあ、アルゴリズムレベルでの最適化とあとは実装レベルでの、えーまあ、U 等譜を使った、えー、高速実装というのを合わせて、えーまあ、こちらのグラフにありますように3倍の高速化ですねその得られる、えー、バンド幅が、えー、2以下だったものが、まあ、6近くまで上がったというのが、えーまあ、これが一つ目の研究成果になります。えー、高速になって、まああの これが非常にこれからの富岳上で行われる全ての学習に生かすことができるということが大きな成果になるかと思います。で2つ目に関しましてはこの今回一からデータセットを自分たちでも集めてきてでまあ外国から何も持ってきていないというのが一つその透明性と安全性を担保する上で非常に 重要な部分になるかと思います。でさらに日本語性能にま特化するように日本語のデータを大量に今回学習に用いまして日本語性能に優れた130億パラメーターの大規模言語モデルを開発いたしました。で現在国内ではあの70億規模までのものが非常に多くて、まそれの2倍ぐらいのものを今回あの1から作れた。でしかも その外国製の GPU などに頼らずに、えー、国産のハードウェアでさらに国産の、えーまあ、モデルを開発でき一から開発できたということで、まあ、純粋な国産のものというのはこれが、はいえー、と初めてかと思いますそういう意味でそのハードウェアを含めて国産であったと。なので、えー、その富岳 LLM の、えーまあ、この国産モデルというのは えー、国外のオープンなモデルに対して日本語データで継続学習を実施しているその多くの現在あの、まあ、国産モデルに対して、えーまあ、我々は全て自分たちで、はい、作っているということで、えーまあ、外国製のものには一切頼っていないということがあの一つ大きな成果となっております。で、えーまあ、具体的には、えー、富岳のこの1万3,824台の計算濃度を用いて行い 学習に使ったデータ量は4,000億トークン非常に多くのデータでそのうち60%が日本語のコンテンツということでまあ国内で行われているこの手の取り組みの中ではまあ非常に大きい日本語のデータで学習をしているということが特徴です。でまあそれによって日本語の部分が非常に強くなっておりましてジャパニーズ MT ベンチというベンチマークですと えまあ平均スコアが 5. 5と、まあ、これあの数字を出されてもあの少し分かりにくいかもしれないので下でこう円グラフのようなもので示しておりますがえまあ特にですねこのどの部分が強いのかというのでコーディングですとかそのまあ人文系数学いろいろありますが特にその人文系のところに強いという傾向がこれでえと見て取れます。であの当然この青枠で 示されている GPT-4 に関しては非常に高いスコアを発揮しているんですが人文系のタスクに関しましては我々もその部分に関しては負けていないくらいになっておりましてつまり日日本本語や日本文化に根差した対話などが期待されますだから当然そのビジネスですとかそういったその人文系のスキルが必要になるような場面 においては、まあ、このような性能になっているというのが一つこの2番目の成果として挙げられます。はい、えー、まあ今後の展開につきましては、えー、まあ、このモデルは本日公開しておりまして、これはどなたにでもお使いいただけると、では世界中の研究者やエンジニアが開発に活用できるよう。 えー、この github にソースコードを上げてで、ハギングフェイスにそのモデルのウェイトを上げているので、えー、まあ、その学習済みのものから、えー、お使いいただけるとで、あのライセンスの方もその商用利用が可能なライセンスと、えー、なっております。で、えー、今後まあ、あの富士通さんの方では富学 llm を、えー、この無償で試せる富士通リサーチポータルというのをえー、まあ、本日から。 サービスを提供開始しておりますので、そちらからもお使いいただくことはできます。はい。えー、ですので、えー、まあ、こういったものをあの本日からお使いいただけるようになっておりますので、えー、ぜひあのまあ、ご興味のある方お使いいただければと思います。はい。それでは、えっ、ー、と研究の紹介に関しましては以上になります。はい。横田先生、ありがとうございました。続いて。 大規模言語モモデデルのデモ動画をご覧いただきます準備まで少々お待ちください。はいえー、こちらは、えー、実際にこれをお使いいただく際の、えーまあ、この日本語の敬語の使い分け方とビジネスシーンでの敬語使用の重要性について説明してくださいというのをあの入れた場合にどういったものが返ってくるのかということで、まあ、こちらをご覧いただきますと、えーまあ、その日本語をたくさん学習させたので えこう非常に日本人ならこう答えそうなという感じのまあ外国のモデルに比べると非常に自然な日本人らしい返答をするようになっておりますで。で、えー、2番目の質問はあの松尾芭蕉の俳句に関する質問なんですけどまあそれの意味や季節感などもちゃんと理解した上でえそういうのを回答できるまあこう日本文化をちゃんと理解することができている。番目は あのおせち料理の由来、正月に食べられる代表的な料理についてなんですが、まあそちら、あ、すみません、えっ、ー、とそちらの部分に関しましても、えー、非常に流暢な答えが返ってきているというのが、えー、見て取れるようになっています。はい、こちらですね。えー、まあなので <laughs>、その日本語で今回非常にたくさん学習したというのが、えー、まあこのような。 質疑応答からもわ、えー、かるようになっております。はい、えー、デモは、えー、以上になります。ありがとうございました。